ヨシップイリチチは、スロベニアクラーニ出身のサッカー選手。スロベニア代表。セリエ A、アタランタ BC 所属。ポジションはフォワード。2007から08シーズン、スロベニアリーグ2部の SC、ボニフィカにてプロデビュー。2008年8月には1部の NK インテルブロックリブリアナに移籍。2009から10シーズン終了後にはチームが2部に降格するも、 2010年夏に NK、マリボールへ移籍した。マリボール、加入後、ヨーロッパリーグ予選のハイバーニアン FC 戦にて2ゴール、US チッタディ・パレルモ戦にて1ゴールと早くも結果を残した。この活躍が評価され、パレルモ戦の翌日である8月27日に、チームメイトのアルミンバチノビッチと共に、パレルモへの移籍した。2013年7月24日、 パレルモの降格に伴い、アッコフ・フィオレンティーナ遺跡が決定。2015から16シーズンは、リーグ戦13ゴールを決める活躍を見せた。2017から18シーズンにより、アタランタ BC に遺跡し11ゴールを決めチームに、貢献すると、2018から19シーズンは12ゴールを決め、23ゴールを決めたズバン・サパタともに、 アタランタ史上初のチャンピオンズリーグ出場に大きく貢献した。2019から20シーズン、12月22日、AC ミラン戦、1月6日パルマ戦と2試合連続ゴールを決め、1月25日トリノ戦で45メートルの直接 FK を含むハットトリックを達成した。UEFA チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦。 バレンシア CF 戦ファーストレグで1ゴール、セカンドレグでは、アタランタの全4ゴールを1人で決め、クラブ史上準々決勝進出に貢献、チャンピオンズリーグ決勝トーナメントにおいて、ファーストレグとセカンドレグの2戦、合計5得点以上を達成した、史上3人目、リオネルメッシとクリスティアーノ・ロナウドが過去に達成している、の選手になった。 しかし個人的な問題から7月11日の、ユベントス戦以降の試合を欠場、チャンピオンズリーグ準々決勝のパーリ SG 戦も、欠場、チームも準決勝進出を逃した。しかし2020から21シーズン、19試合と、限られた、出場機会で7ゴール11アシストを決めたものの、ガスペリーに監督の不仲も報じられ、AC ミランへの移籍が報じられた。 クロアチア代表を選択することもできたが、2010FIFA ワールドカップ後最初の試合となった、2010年8月11日のオーストラリアとの親善試合で代表デビュー。2013年9月10日の 2014FIFA ワールドカップ予選、キプロス戦で代表初得点を挙げた。レフティーでフリーキックを得意としている。ガゼッタデロスポルトのインタビューで、 セットプレーでインスピレーションを受けた選手として、セルティック時代の中村俊介の名を挙げ、彼の FK は世界一だ。とコメントした。ありがとうございます。